始まりましたバズタイムズです。6月3日は世界自転車デーの日。環境に優しく運動不足解消にもつながる自転車にもっと乗りましょうと呼びかけるために国連が採択した記念日なんです。自転車に乗る時の姿勢がいいってよく言われます。あ、はい、サイクリングといえば何ですか？はい、そう、温泉です。え、今日はこんな動画を見ていきます。バズタイムズ、新潟県の温泉を紹介する動画、新潟温泉ガイドね。新シリーズですね。快晴です。清津峡温泉、日本三大渓谷清津峡のふもとにある清津峡温泉郷。田舎料理を提供している。食べてみたい。あら素敵。貸し切り風呂があるんですね。贅沢すぎませんか？ちょっと、めちゃ贅沢ですね。木もたくさん。これ海外の方も分かるように英語字幕をつけているんです。冷泉の湯です。すごい親切。清津峡の渓流に面している露天風呂ということなんですが、わあ、わあ、絶景ですね。清津峡の壮大な景色が一望できます。間違えて入れそう。肌にも良さそうですね。こんな景色が見えるなんてとても贅沢です。羨ましい。いかがでしたか？今回は清津峡温泉清津館をご紹介しました。新潟温泉ガイド、また次回お会いしましょう。雪と岩と露天風呂、絶景でしたね。めちゃめちゃ綺麗でしたね。露天風呂を岩が囲んでいるので、本当になんか延長線上に温泉があるような感じになりますよね。そうですよね。岩岩岩。温泉は好き。温泉先生。私行ったことないんですよ、清津峡。そうなんですか？そうなんです。なんか有名じゃないですか。でも行ったことが実はなくて、すごく自然がいっぱいな感じが楽しそうだなって思いました。八千代コースター、今週のゲストは三条市が生んだ大スター高橋克実さん。特集は高橋克実さん思い出の三条グルメを紹介します。毎日食べたくなるあっさりラーメンに克実さん考案メニューなど続々登場。克実さんにおすすめしたい新三条グルメも。そしてファンタスティックスの新潟100マイルでは、新潟市で新之助の田植えに挑戦します。土曜午前10時25分放送。今週もお楽しみに。突然ですが、親指を使うこの遊び、なんて呼びますか？これなんて言いますか？柏崎市民だけが使う独特の呼び名とは？なんて知ったの？だから東京行って、みんな指すまってるじゃないですか。うん、普通に始めて、異性ので、ってめっちゃバカにされました。今週は柏崎出身の女優、中川千佳さんと柏崎の魅力をたっぷりお届け。日曜の朝には、目が開けられない。ここでお知らせ動画のコーナーです。オケアミカです。新しいウェブメディア新潟ニュース NST が公開されました。県内県外問わず、いつでもどこでも新潟の情報を見られます。ぜひチェックしてください。世界自転車デーの話題に戻ります。大越さん、自転車のことを他の言葉で表現することってありませんか？え、なんだろう。双車。え、どういうことで、え、どういうことですか？あ、わかりました。チャリ。あ、正解です。よかった。そうですよね。よ、チャリとかチャリンコっていう人もいますよね。はい、他にも、はい、東海地方では、うんうん、自転車のことをケッターやケッタマシーンと呼ぶこともあるんだそうです。聞いたことない。まあ、東海地方でケッタって自転車のことを呼ぶと、なんかちょっと通な感じになれるかもしれませんよね。じゃあ呼んでみましょう。ケッタマシーン。ケッタ違いのことをしてる気がします。上手。